皆さんこんにちは、えー、それでは2019年、えー、ここが出た管理業務主任者本試験回答速報規約的成果法を担当いたします、えー、レクセス専任講師の太田ですよろしくお願いいたしますはい、まずあの今年度の管理業務主任者本試験、えー、受験皆さんお疲れ様でした、まあ、実力の方は、えー、十分に発揮できましたでしょうかまずあの今回の管理業務主任者の えー、試験ですけどもまず私の個人的な意見として、まあ、全体的なまあ感想ですと、えー、そしてあとは担当する、えー、規約的性確保この問題を、えー、個別的に、えー、少し見ていく予定でおります。はいまずあの今年度の管理業務主任者の試験ですけどもうーんと難易度的には昨年よりもやや優しくなったかなと思います。 まあもちろん、えー、合格点が何点ということはここではもちろん、えー、お話しできませんがただ個人的な印象としては、まあ、昨年よりもやや、えー、優しくなったと思っていますまあ必然的に、えー、合格点も、まあ、去年が33点でしたから、まあ、それよりも、えー、若干合格ラインは高くなるんじゃないかと思われますはいであとはあの まあ法令系ですよね、えー、民法は、まあ、これまでと違って、まあ、あんまり被災されていないような、えー、項目が見受けられます、まあ、留置権とかですねあと同時履行の公弁権とかちょっと皆さんにとっては学習がされてないあるいは手薄のようなところが被災されたので、まあ、もしかしたら、えー、その問題を見てちょっとびっくりしちゃったという方も、まあ、いらっしゃるかもしれません。えー、っとあとはこの 後でもご紹介していきますが、まあ、区分所有法とか標準管理規約。えー、これに関しては、まあ、もちろんあの、やや難しい問題もありましたが、まあ、正解だけ出せというんであれば、まあ、しっかりとした、えー、知識、供給ができていれば、まあ、比較的答えは多く出せたんじゃないかなと思います。であとはあの設備系ですが、まあ、例年通り、えーっとまあ、答えを えー、出しやすい問題もありましたけどもやっぱり難解なもの、えー、それから鬼門、まあ、というほどのものは、えー、今年に関してはそうなかったように思えますけども、まあ、いずれにしても得点はは、えー、しにくいといとととうう分野でであることは変わらなかったと思うんですね、まあ、その点では、えー、逆にこれまで過去問などで繰り返し記されてきたようなところで、まあ、しっかりと。 得点ができたかどう,かっていうことですまあいずれにしても、えー、今年の試験は、まあ、民法はちょっと難しくなってますけども、えー、区分所有法ですとか標準管理規約あるいはマンション管理適正化を、まあ、そのあの仕分けの会計関係なんですが、まあ、ちょっとあの,被災の形式が変わりましたよねただ内容としては、えー、別に形式が変わってますけども何かこれまでと大きく考え方を変えなきゃいけないとかそういうものではなかったです。あとあの 税金が出てないんですね今年度は、えー、ですので、まあ、例年この消費税などを中心として被災されてるんですが、まあ、今年度は被災されてません、まあ、理由は分かりませんが、まあ、正直言って似たような問題が繰り返し被災されてきましたから、まあ、今年度はお休み、まあ、来年度はまた出てくる可能性は十分あると思います。はいですので、まあ、全般的なイメージとしては、まあ、ちょっと民法が えー、やや難しかかったかなと、まあ、設備系は例年のように、えー、点数取りにくい問題が並んでいましたけれども、まあ、それ以外の、えー、法令系に関しては、まあ、どちらかというと、まあ、正解だけ出せっていうんであれば、えー、比較的、まあ、答えを出しやすい問題が並んだように見受けております、はい、では、えー、規約と適正化法ですねまずあの規約に関しては、えー、問いの12番目。 まあ、管理費修繕積立金に関係するもので、まあ、いわゆる標準管理規約の改定例年、えー、似たような問題が主催されてますで12番目は、まあ、いわゆる管理費修繕積立金、まあ、どこから支出するのかっていう問題でこれはもう、えー、正直言って、えー、優しい問題だと思いますで現時点では、えー、この12番目に関しての正解は1と考えてます なお後日変更する場合がありますが、その点はご了解をお願いいたします。で、まあ管理費修繕積み立て金、まあ、管理費は、えー、いわゆる通常の管理に要する費用ということから考えれば、まあ、管理費に当たるということはあの1番目、えー、すぐにわかると思うんですね。まあ、その点では答えは、えー、非常に出しやすかったと思います。はい、そしてあとはえっ、ー、と14番目ですね。漢、え、字、ー、に関する問題です。 ここはしっかりと整理して覚えてないと混乱するところですまあ実力の差が出た問題の一つと考えていますただ漢字に関するものもこれまで何,何度か被災されてきてますからまあ、十分学習をしていただいたという方は得点できてるしあまりそこまで手を広げていない深く学習してないという方はちょっと迷っちゃったかもしれませんねただもう え別に今年度初めて出てきたっていう論点ではありませんので、まあ、しっかりと過去問など学習されてきた方は、えー、十分正解を出すことができた問題だと思います。まあ、実力の差が出た問題ということでしょうかね。はいそして飛んでもらって26番目のの標準管理規約の問題です、えー、っとこれは組み合わせ問題ですから、まあ、ある意味、えー、っと全部バツがつけられなくても答えを 出すこととは難しくないとで特にあの専有部分なのか共用部分なのか、まあ、標準化力約上の規定あります、えー、これもこれまで、えー、過去の問題としては、まあ、時々被災されてきてますから、えー、これも正解を縛るのはさほど難しくないと思うんですね例えば「井のところの玄関玄関扉自体は共用部分ですけどもあの「じの部分と内部塗装部分はこれは専有部分でしたよね。あと網戸、えー、この網戸戸このもいわゆる 共用部分とされてますですので、えー、そこを考えるともう26番目の答えは、えー、十分正解出せる問題だと思いますはいそしてあとは29番目共用、まあ、部分の範囲ですここがちょっと細かいんですよね。 えとこれまでも被災、まあ、はされてきているんですけどもコス当てなので一般的な常識で共用部分に該当するかどうかっていうのは判断つくと思うんですけどもやっぱりこの「い」のところの雑廃水管の配管継ぎ手とかあとは給湯器ボイラーこれがどっちだったかなと迷ってしまうと 答えを見つけるのが難しかったと思いますやっぱりこれもいわゆるしっかりと記憶している方は答えを出したと思いますがまあ、そうでない方は答えを出せなかったと思いますまあ、その点ではここも実力の差が出たというふうに考えてますねただまあまあちょっと優しいとは言い難い問題ですそれからあと30番目これ団地型ですまあ、団地型はこれまでも時々実際されてきてますが まあここまで学習範囲をしっかりと広げてたかどうかですよね、えー。なかなかまあ団地型の標準管理規約まで学習広げられなかったっていう方はちょっともしかしたら点数取りな、えー、取りにくかったかもしれません。ただこれはま標準管理規約の団地型というか区分所有法のま団地規定が、えー、分かってれば答えは出せたのかな。まあ、いわゆるえっと団地管理組合で各党の管理をする。 という規約の定めがありまあ、それに基づいてえー、団地管理組合が各党のまあ、管理をすることになるで、これがまず基本なんですが、ただその中でもどうしても党の総会でしか決議できないもの、えー、これはこれまでもまあ、被災されたことがありますから、それをしっかりと覚えておいてもらえばえー、30番目のところは成果を出したんじゃないかなと思います。まあ、例えばここに今回出てきている。 あの共用部分の復旧決議ですねえ。これなどがその一つの例です。えー、ですので、まあ、そこまで学習しっかりとしていただいている方であれば、30番目の正解は難しくなかったと思います。ただ、まあそこまで手を広げられてないっていう方はちょっと正解が難しかったかもしれませんよね。はいえー、そして、あと31番目えー。これはいわゆる利益相反取引に関係するもので。 役員関係ですで。役員関係はもう毎年のように主催されてますからここはもうしっかりと学習を進めてもらってないといけませんね。で個人的には31番目のところはね現段階では3番目としてますがもうこれなどはえー、っと標準管理規約の中でもまあまあ、えー、似たような問題繰り返されてますから、まあ、しっかりと得点していただく必要があった問題だと思います。はい、そしてあと32番目が複合用途型。 え実は管理業務主任者の問題では複合用途型に関する標準管理規約ってほとんど主催実績がないんですねまあ、その点ではまあ今回丸々一問主催されてきてるわけですただこれも正直言ってまあ答えを出せるかと言われればえその標準管理規約の複合用途型まで学習されてないとちょっと正解は出しにくかったとまあ、個人的には標準管理規約の中では32はまあまあ 難問なうち、えー、に入ってるのかなと思います。まあ、もちろん答えをしっかりと出せるという方はもちろんいらっしゃると思うんですが、まずあの、えー、この複合用途型までまあ、学習が進まれてるかどうかっていうのは一つのポイントでしたよね。まあ、そうでなければ、正解するのはちょっと難しかったかもしれません。そして、あと33番目。 えーと区分所有法と標準管理規約の複合用途型なんですけども、まあ、いわゆるあの専用部分の修繕等に関する規定ですねでこれもまあ、えー、従前改正されていますから、まあ、皆さんも、えー、学習は進められてると思いますでそこまであのしっかりと学習されてるんであれば、まあ、答えを出すのはさほど難しくなかったと思うんですが、まあ、そこまでちょっと学習範囲進められてないっていう方はもしかしたら 迷ってしまっている問題かもしれませんね。まあ、そういう意味ではちょっと細かいところ聞かれてるので、まあ、個人的にはやや難解かなと思っております。はい、そして、あと34番目えー、また役に関係するもので、まあ、これ個数問題です。ただ、ここはしっかりと正解してもらわないといけない問題だったと思います。まあ、例の、えー、役員が任期途中で。えー、例えば。 あの辞任しましたとかあと任期満了で退任しますとか、えー、そういう場合に後任者が選任されてない時にどういう取り扱いをするかそれは後任者が選任されるまで、えー、まあ簡単なしやめられないとでそこをしっかりと確認していただくことがまず必要ですよね。それからあといのところですか、えー、この理事長の理事長の重庫に居住する配偶者。 えー、その理事長の職務を代理するのかっていう問題がありますよねまあ、これも、えー、これまで何度か被災されてきてる論点ですからここは個数当てといえどもしっかりと丸抜をつけてもらわないといけない問題だったと思いますはい。そしてあとは36番目、えー、っとこちらも区分所有法と、えー、標準管理規約の担当型なんですがまあ、問題見ていただくと分かる通りまあ、いわゆる 住宅宿泊事業民泊に関係するものですすよねで民泊に関係するものは、えー、と私の記憶上では今年初めてじゃないかなと思いますこんなふうにまとまって記載されてるのは。で内容としては何も難しくないんですがそこを見てない学習されてないっていうことだとこれ意外に正解しにくかったと思ってます。なので まあ、先ほども、えっと、難問な問題かなと思われる複合用と方ありましたが。これも個人的には、意外に難しく、正解がしにくかったように思っています。はい。えー、そして、あとは。適正化法ですね。四十六番目からです。で、適正化法に関しては、ま正直言って、難しい問題はないんですね。ただ、あの、一番最初の、四十六番目の。 適正化指針これが子育てだったので、えー、この辺で迷ってしまうとちょっと,、えー、っと正解をすするのは難しかかったかと思います、まあ、これも適正化指針の内容分かっていれば別に難しくないんですが子育、えー、てですから、まあ、どこかおかしなところがないかっていうことで、まあ、結構悩んじゃったという方もいらっしゃるんじゃないかと思いますそしてあと47番目財産の分別管理ですでこのの財産の分別管理に関しても まあしっかりと学習していた頂ければ答えは出すことは難しくないんですが意外の財産の分別管理って得意としてない受験生が多いのでここは逆にまあ合格するというんであれば実力の差を差として得点してほしいというところですね。 はい、そして、あと四十八番目、重要事項の説明。まあ、重要事項の説明手続きは、これまで何度も被災されてますから。まあ、とりわけ、驚く問題でもないですし。また、正解だけ出せっていうんであれば、答えは、えー、まあ、正直言って。難しくなく、正解出せると思います。まあ、特に、あの、重要事項の説明として、まあ、新規契約。 であとは管理者がいるとかいないとか、まあ、そういう問題で、まあ、これまでも似たような問題主催されてきてますから、えー、正解を出すことはさほど難しい問題ではなかったと思っています。そしてあとは49番目。で49番目に関してもうんと、まあ、3番目を現在正解としてますがこれもこれまで、えー、繰り返し主催されてきていますので。 ま正直言って49番目もさほど難しくないというよりむしろ優しい問題だったと思いますまあ、その点ではしっかりと得点してもらわなきゃいけなかった問題と考えていますそしてあとは50番目のとこですね、えー、これがまあまあこの適正化法の問題の中ではちょっと難解かなと思うんですけどもただえ現段階の3番目これ。 資産額が1000万って書いてあるんですが、これ300万ですよね。それが分かってれば答えを見つけることができます。でもそれが分かってないと50番目のところは迷ってしまい、答えを出しにくかったとまあ、いうことですね。えー、ですので、まあ適正化法に関しては、うーんと。 まあ全問得点していただくのはもちろん理想ですけどもまあ少なくても3問ぐらいはしっかり得点してもらわないといけなかったかなとまあできれば4問ぐらいは得点ができる問題だと思います。以上ののようにえ今年度の管理業務主任者まあ全体 的な難易度ととしては、まあ、民法とか、まあ、そういったととところはちょっっ難しかったかたなと思いまだ、まあ、設備系は例年通り、えー、先ほど言った通おり、まあ、難しい問題並んでるわけですから、えー、と今年に関してもこの設備系で何か大きく、えー、差がついたっていうのはちょっと考えにくいかな、まあ、そうするとやっぱり、えー、法令系そして標準管理規約ですとか適正化をあとはの会計関係とかですね、えー、そういった法令実務会計系でやっぱり え合否を決めて、えー、決まってくるんじゃないかなという印象を持っています。はい、まあ今年度合格点何点になるかはもちろん分かりませんが、まあ、個人的な印象としては、えー、昨年に比べれば今年の方が優しかったと感じているので、合格ラインはえ若干上がってくるものと推測しております。はい、えー、それでは2019年ここが出た管理業務主任者。 本試験解答速報の規約適正化法これで解説終了いたします。お疲れ様でした